どことなくユーモラスな表情の陶器のお雛様たち、豊田市安芸町のシルバー人材センターで作られた土瓶なです。工房では会員の高齢者たちが粘土をヘラで削るなどして、手のひらサイズの代理美奈を作っていき、色付けをして窯で焼き上げると可愛らしい。土瓶なが完成します。中馬のお雛さんは？ 古いすけの町並みを数千体のひな人形で彩る恒例のイベントでセンターでは制作した土なおよそ250組を1組300円から700円で販売するということです。